フィニアスト・ファーブはアメリカのテレビアニメである。アメリカではディズニーチャンネルで2007年8月17日から日本は2008年2月1日からディズニーチャンネルで2012年3月19日から2020世界167カ国35の言語で放送されている。現在ではディズニー公式サイトにあるディズニー動画や ニコニコ動画のフィニアスとファーブチャンネルなどで見ることもできる。また、2020年にはアメリカの動画配信サービスディズニーにて新作映画などの配信も予定されている。フィニアスとファーブの儀形邸は夏休みを楽しむためにいろいろな遊びや疑問の解決、冒険をしようとタイムマシーンや潜水艦などの発明品を作る。しかし、 フィニアスの姉キャンディスはそれを人騒がせないたずらと思い込んでいて母リンダに告げ口しようとする。しかし両親はフィニアスとファーブが発明品を使用している時はいつも外出しておりキャンディスが電話で告げ口しようとしても実際に見たことがないため信じてくれない。物語終盤で両親が帰宅する頃には後日のペリーとドゥーフェンシュマーツの戦闘の影響や 偶然の重なりで毎回それらの発明品は後形もなく消えてしまう。フィニアスたちとドゥーフェン・シュマーツが顔を合わせることはない。さらに、フィニアスとファーブのペットであるカモノハシペリーは、実はエージェント P というエージェントであり、ドゥーフェン・シュマーツ博士の悪事を阻止するエピソードが同時進行で進む。ペリーがエージェントだということは、フィニアスやキャンディスをはじめ家族の誰も知らず、 普段は何もしないただのカモノハシだと思っている。ただし特番や劇場版では、キャンディスがフィニアスたちの行いを母に言いつけることができたり、ペリーがエージェント P だとみんなにバレる特殊なエピソードも存在する。また、ほとんどのエピソードでミュージカルシーンがあり、このアニメの特徴の一つとなっている。共同原作者であるダンポ・ポベン・マイヤーとジェフ、スワン・ピー・マーシュ、 2009年コミコンにて、ポベンマイヤーが幼少期を過ごした街モービル。幼少期の思い出からヒントを得て、このアニメが出来上がっているダンポベンマイヤーは、故郷のアラバマ州モービルに暮らしていた頃、母親に夏休みだからと言って一日を無駄にしないようにと言われ、それがこの番組の根幹をなしている。言いつきを守るべく、ポベンマイヤーは庭に穴を掘ったり、 ホームムービーを作ったりした。後に彼は、母は私に今全体を黒い布で覆わせて宇宙空間を演出させてくれました。それから私は小さな宇宙船の模型を吊るしてスーパー8ミリフィルムで短編映画の撮影を行ったわけですと振り返っている。また彼は芸術の分野に才能があり緻密な画風の作品が多かった。一方、マーシュは 大きな混合家族の中で育った。ポベンマイヤー同様、マーシュもまた冒険に出かけたり、いつもとは違ったことをして、夏休みを楽しく過ごしてきた。南カリフォルニア大学在学中、ポベンマイヤーは日刊の新聞漫画ライフイズ、エーフィッシュの連載をはじめ、その関連グッズから金を得ていた。最終的に大学を中退したポベンマイヤーは、街角で人々を描いて、 生計を立てていたところ、コメディアンのトミー・チョンに見出され、彼の主演映画、ファーアウトマンだ、のアニメーションパートをささやかながらも手がけた。その後、プロのアニメーターとして生計を立て始めたポベンマイヤーは、ティーンエイジミュータント・忍者タートルズといったテレビアニメの仕事に参加した。一方、マーシュはコンピュータ会社の営業、マーケティング部門の副部長を務めていたが、 精神的な問題を抱え、辞職することになった。彼の友人たちは、彼の作品集の制作を手伝い、アニメ業界に入るきっかけを作り出した。ポベンマイアートマーシュは、ザ・シンプソンズのレイアウト担当として、初めて一緒に仕事をした。二人は、互いのユーモアや音楽の趣味に共感し、すぐに意気投合した。その後、自身初のオリジナル作品である、 ニコロ・デオンのテレビアニメ、六行のモダン・ライフで二人は脚本家チームの一員として参加した。カリフォルニア州サウス・パサデナのワイルド・タイム・レストランで夕食を食べていた時、ポベン・マイヤーはブッチャーペーパーに三角形の頭をした子供の絵をさっと描いた。それから彼はそれをちぎり取るとマーシュに電話をし新しい番組を作らないかと持ちかけた。その落書きは すぐさまキャラクターやデザインへと発展していった。ポベンマイヤーは世界中の誰より道具をたくさん持っていた彼の友人の名を取り、そのフィニアスに似た落書きをファーブと名付けた。制作者コンビはこのアニメの幾何学的なキャラクターデザインはルーニー・トゥーンズのアニメーターテックス・アベリーへのオマージュであると語っている。番組の企画が通らなかった二人は、 六甲のモダンライフ移行別々の道を歩んだ。マーシュは、ロンドンに移り、ポストマンパッドや EN、バウンティーハムスターに携わった。一方、ポベンマイヤーは、フォックス放送で、ファミリー以外に携わる一方、フィニアストファーブの元となる作品の企画を、カートゥーンネットワークやフォックスキッズなどに送っていたが、企画の根幹部分が複雑すぎて視聴者受けしないと、みなされ、 採用されなかった。ポベンマイヤーは諦めず、ニコロデオンにも企画を送り、レベルの高い重役たちに見てもらったが、同じく複雑すぎるとのことで不採用となった。16年間諦めずに企画を送り続けたところ、最終的にディズニーで採用された。当初ディズニーは、その企画を採用しなかったが、その企画を取っておいてくれた。ポベンマイヤーはこれで交渉が終わったと考え、 取っておいてくれると答えたということはくずかご意気になったことを意味すると考えていた。それゆえディズニーがその企画を採用してくれたことに対してポベンマイヤーは驚きを隠せなかった。ポベンマイヤーは最初ディズニーは11分の番組を作るよう私に頼み、それからパイロット版でその頼みを叶えると26話分作れるかどうかと尋ねられたと話している。また、 ポベンマイヤーは、低俗なユーモアを扱う、大人向け番組、ファミリー以外に携わっていたことで、ファミリー向けチャンネルであるディズニーに採用してもらえなく、なるのではないかと、心配していたが、ディズニーチャンネルのオリジナルシリーズ部門副部長である、アダム・ボネットが、ファミリー以外のファンであり、ポベンマイヤーとのつながりを理解していたため、ポベンマイヤーの企画が通る一員となった。2006年、 企画が通った後、ポベンマイヤーとマーシュは、ディズニーの海外事業部の重役たちを相手に交渉をした。この際、二人は、通常の脚本を用いる代わりに、ストーリーボードを書き上げ、それを動かした上でキャラクターを演じた。それから、ポベンマイヤーが、効果音のついたアニメーションに声を当て、この画期的なアプローチにより、重役たちも彼らを支援しようと思えるようになった。 この番組には4人のメインライターがおり、彼らはフィニアスとファーブの計画の内容が魔法をじめてはならないといった厳しいガイドラインに従ってストーリーのアイデアを提供している。ストーリーは毎週月曜日に行われる打ち合わせでチェックされ、その後脚本とストーリーボードがそれぞれ同時にチェックされる。大まかなデザインが作られた後、会話やシーンなどについて細かく書かれた。 ストーリーボードが出来上がり、脚本家たちは全スタッフの前で、ストーリーボードの内容を実演し、彼らの反応をもとに内容を修正していき、この時キャラクターの会話に含まれるギャグなども加えられていく。出来上がった回はいずれも11分の話が2つ入った形になる。この番組は、ラフドラフトスタジオ、ワンフィルムプロダクション、シナジーアニメーションと大鳥高アニメーションによって、 ソフトウェアトゥーンブームアニメーションを用いたアニメーションが制作されている。ポベンマイヤーとザック、モンクリーフとジョン・ヒューズの3人と共にアニメーションについての大まかな指示を出している。キャラクターの用紙や小道具、背景が幾何学的に描かれているといった要素はテックス・エイブリーのやり方を採用したものである。このことについてポベンマイヤーはこの番組には エイブリーの作品に見られる生き生きとした描き方を少々参考にしています。と話している。なお、作中には毎回木や建物といった背景にイースターエッグとして三角形が紛れ込んでいる。このアニメの重要な要素として明るい色使いが挙げられる。このことについてマーシュはいろいろ考えましたが、結局はキャンディにたどり着きます。 この番組をうまく作る秘訣として、キャラクターを明るく色鮮やかに描き、草原の柔らかな緑色や、柵の木の色合いといった背景をよりリアルに描くということが挙げられます。物語に出てくるすべてのもののためにも、彼らの世界というのは現実に根ざすべきなのですと話している。キャラクターデザイナーは、子供でも描けるようシンプルなキャラクターデザインにするよう努めた。また、 マット・グレーニングが示した、キャラクターはシルエットだけでも見分けがつくようにすることという鉄則に、従い、キャラクターは遠くからでも見分けがつきやすいようにしたと、スタッフは話している。フィニアス役にはビンセント・マーテラが、ファーブ役にはトーマス・サングスターが採用された。ファーブ役のサングスターは、イギリスに7年間住んでいた経験があり、彼にとってその地は愛着のあるものとなっている。 二人の姉である、キャンディス役には、アシュレー・ティスデールが採用され、二人に協力的な、ところのあるいじめっ子のビューフォード役には、ボビー・ゲーラーが選ばれ、ビューフォードにいじめられつつも仲良くしている、天才少年、バルジート役には、モーリック・パンチョリーが採用された。フィニアスとファーブのペットであるカモノハシ・ペリーの役には、デー・ブラッドリー・ベイカーが、フィニアスとキャンディスの母である、リンダ役には、 キャロライン・レイ、フィニアスとファーブを尊敬するあまりファンサイトまで作って、しまった男の子・アービング役には、ジャック・マクブレイヤーが、キャンディスの親友である、ステーシー役には、ケディ・ヒューがそれぞれ選ばれた。また、制作者であるダンポ・ポベン・マイヤーは、ドゥーフェン・シマーツ博士役で、ジェフ・スワン・ピー・マーシュは、モノグラム少佐の役で出演している。この他にも、 ドゥーフェン・シーマーツの娘バネッサ役には、オリビア・オルソンが、モノグラム少佐の助手である、カール役には、タイラー・アレクサンダーマンが選ばれた。フィニアスに片思いをする少女イザベラ役には、アリソン・ストーナーが、イザベラ率いるファイアーサイド・ガールズのメンバーの一人、アディソン・スウィート・ウォーター役には、マディソン・ペティスが選ばれた。キャスト編成は責任を持って行われており、ヴィンセント・マーテラや、 キャンディスのボーイフレンドジェレミー役のミッチェルムッソは、この番組のターゲットとなる若年層への人気があるとみなされ、大役を任せた。ポベンマイヤーとマーシュは、本当に一緒に仕事をしたいと感じた人物をゲストとして採用した。二人はゲストに、あなたが来ると、本当に番組が面白くなると言って、出演を頼み込んだ。この番組には、ティナフェー、セスマクファーレン、デイビッド・ミッチェル、 ダミアン・ルイスといった、テレビスター、ケビン・スミス、クロリス・リーチマンや、ベンス・スティラーといった、映画スター、ボクシング選手のイベンダー・ホリフィールド、クレーエケン、ケリー・クラークソン、ジャレット・リディックや、チャカ・カーンといった歌手など、多くの分野の著名人が、ゲスト出演した。ファーブのジップである、ローレンス役に、ロッキー・ホラー賞の脚本家、リチャード・オブライエンが出演しているが、ポベン・マイヤとマーシュは、 ティムカリーやバリー・ボストウィックといった他のキャストにも出演のオファーをした。なお、オブライエン演じるローレンス役はだんだんで番が増えてきており、登場話数がシーズン中半数ほどを占めるようになった。英名はダンビル。三つの州のジェファーソン軍に所属する。アニマルエージェントの組織。日本語表記は 音の響きが鬱陶しい頭文字が頭に来る略して、おか一匹一匹に個室が与えられる。組織を取りまとめるフランシスモノグラム少佐と見習いのカールで成り立っているベイディズニーチャンネルの日程ケロックのキャンペーンで先行放送していたドゥンクルベリーを探しに行こう、ビューフォードの恋を放送した。この番組はおね好意的に受け入れられており、ジェイク・ギレン・ホール、ボブ・ユーバンクス、ベンス・スティラー、 チャカカーン、ジェフ・サリバン、アンソニー・ラパー・リア・ラコの番組のファンだと公言している大人の著名人もいる。ニューヨーク・タイムズはこの番組はスパイもの,のストーリーが並行するマジックリアリズムに満ちたファミリー街である。ポップカルチャーへのパロディはあちこちにあるが安っぽくならずにうまい具合にそれらが組み込んであると評している。USA、Today、のホイット・ニーマシソンは自身のブログ EN ポップキャンディにおいて、この番組は子供向け番組において大きな業績であり、アニメ版、パーカー・ルイス・キャント・ルーズと言っても過言ではない、と評価している。コモンセンスメディアのエミリー・アッシュビーは、この番組のユーモアとストーリーを評価し、5つ、性満点中3つ星をつけた。シアトル・タイムズは、番組のストーリーについて高く評価し、主人公2人を若きヒーローと評した。 バラエティは、この番組を、おふざけと、賢命さが同居した番組と評し、どの年齢層でも楽しめると評し。同じような評価は、この番組の大人のファンを増やすのに一役買っている。例えば、エラスティックポップスのレベッカ・ライトは、大人だけど、私はこのアニメの DVD を見て楽しみました。これは、家族みんなで楽しめる作品だと私は思います。と、DVD 第巻をしており、 この番組は、ザ・アドベンチャーズ・オブ・ロッキーブルーィーンクルのシニカルなユーモアに通ずるところがあるとしている。ワイヤードのマットブルームは、この番組を見る、子供たちの反応を見守るのも楽しいけど、本当は子供たちと一緒に楽しみたいくらいです。と評している。この番組に対する、否定的な評価の多くは、オリジナリティの欠如を指摘している。トゥーンゾーンのマキシー・ゼウスは、この番組は、 オリジナルティが欠けており、元ネタとなった作品の良いところがそげ落ちているのが明らかだとし、一部のセリフやお約束が、他作品からの引用であるとすら感じていると、評している。サンコースとトゥデイのケビン・マクドノーは、この番組の複雑なプロット、目まぐるしいアクション、何でもやってのけてしまうキャラクターの行動について、批判し、この番組は子供たちを楽しませたいのか、ティーン・エイジャー。 ぽいおふざけを愛する大人のスタッフたちを楽しませたいのかはっきりしない。と話している。ハリウッドレポーターのマリリンモスは、この番組は資料が大きく欠けているが、すべての年代の子供たちにとってはその中にユーモアを見出すかもしれないとし、プロットの冗長さを批判しつつも、番組中の音楽とゲストキャラクターの登場に関しては評価した。一部が未放送となったり、 順番を入れ替えて放送されることがある。ありがとうございます。